日和りの滝ですね。日和りの滝。あ、こちらはこの神社の一番古い本殿があった場所ですね。今、後ろにありますけど、昔の年がこちらにありましたと。おさい銭箱もありますので、行ってもいい場所ということになったのみたいですね。うん、あと、こう、礎石、いわゆる、基礎ですね、家で言うね。基礎の跡みたいなところがありますね。こういうところにこう柱が立って、で上に本殿があったんでしょうね、はい、これ拙者ですね。拙者は赤かな、祀られてる神様の名前が書いてある。イビス様、イビス様、貴船神社、貴船神社。これ、これは、貴船神社、七所神社ですね。七所なので、七柱ですよね。